大人の世界にようこそ。はい、今日はね、龍が如く6の、ロングトレーラーが公開されたということで、 YouTube の方でね、今ちょっとそちらのお話をしたいかなと思いまして、びっくり、ゲームショー、東京ゲームショーの方ではね、行った方は多分見たと思うんですけども、はるかにね、子供がっていう、沢村春人でしたっけ、赤ちゃん、ちょっとね、父親は誰だっていうことになりますけどね、それが芸能界を突如引退したっていうのは実はそういうことだったのかなとかね、ちょっとまだ憶測でしかね言えないですけども、ちょっと途中で流れたからもうあっと思ったんですけど、山下達郎でしたね。なんかちょっと意外ですよね、主題歌というかね。今までどっちかというとなんかそういう湘南の風だったり、あと矢沢永吉だったりね、氷室京介だったり、なんとなくね、あと、ゼロだと稲葉浩志ですか、ちょっとそういう龍が如くテイストのあるアーティストだったかなと思うんですけど、全くなんか違うとこから来たっていうか、だからもう最後っていう、なんでしょうかね、気流勝間伝説最終章っていうふうに歌ってますからね。だからやっぱりそういうテイストのアーティストになったんでしょうかね。それはね、ちょっとね、見た感じはなんかすごくいい雰囲気でしたけども。あと気になった点と言います、いうのはね、バトルシステムがなんかシームレスっていうんですか。私ちょっと、なんか聞いたことあるけどよくわかんないです。多分あれ、要するにストーリーからバトルモードへの、今までっていうのはきっちり分けられてたのが、流れていくというような感じなんでしょうね、きっとね。たまにありましたよね、ずっと追いかけられてて、気流包囲網みたいに敷かれてる時に、カムロ町でね、戦って逃げて戦ってっていうのが、それが続くっていうことなんでしょうかね。なんか街の人と話しかけてる時もバトルになってたりとかしたんで、全然息が抜けないですよね。ポーズボタンを押してる時ぐらいですかね、息が抜けるの。いやー、なんかね、ちょっと変わったなーと思ってね、その辺もちょっとね、楽しみだなと思って。あとは、見てもうたくさん気になるところはたくさんあったんですけども、あとは、面白そうだなと思ったのが、組育成モード。ね、なんか、なんでしょうかね、戦国無双みたいな感じなんですかね、ボスを操って、ということで、ボス誰か設定しておいて、それを使って、その100人近くのやつを吉出すみたいな感じで、あとはもう何でしょうかね、コンピューターが勝手に動かすんでしょうけどね、後ろの人たち、部下たちはね、その辺もね、やり込み度が高そうだなって、それに伴ってっていうか、出てくるのが新日本プロレスの、面々ということでね。私は、新日前日っていう昔あった時は前日派だったんですよね。馬場さんの方のね。で、もちろん馬場さんが亡くなって、ノアで三沢さんがノア作った時はもちろん私はノアに行って。で、新日ってのはどっちかというとね、あんまりね、なんでしょうかね、見てないんですよね。何があったかとかでは分かってますけどね。いろいろと闘魂三銃士だったりとかね、その後の何でしょうかね、健介だったり、健介の同期だと今議員ですけど長谷博とかね、古いな話あと天狗寺とかね、あと今がねあんまよく分かんないですよ、岡田葛飾とかね、真壁がまだねアンダー13だかってなんかベルトありますよね、若い人しか負けないみたいな。それを巻いてた時はまだ分かってた、知ってたんですよね。その頃はまた見てたんで。だから、私の印象だと、ちょっとプロレスの話になっちゃうんですけど、ノートンとかね、スコット・ノートンとかがね、IWGP のベルトかけて戦ってた頃とかは知ってるんですけど、あとはね、ちょっと、ラインが全盛期の頃、ヘビーに挑戦した時とかね、ヘビーに挑戦する時だけ裸になるんですよね。マジに普通着ぐるみ、
着ぐるみじゃねえな、全身タイツ着てるんですけどね。まあそんな、ね、そういう、その辺は知ってるんですけど、だって、あんまね、日にちはちょっとわかんないんでね、うん。んって、まああと、矢野通るとかね、その辺とかはまあ、見て、あーってね、うん。この中で知ってたのは、天狗寺はまあちょっと知ってたんですけども、うん。まあその辺が出てきたりとか、まああと、龍眼如くの話にね、まあ戻るとね、まああの、いろいろスポットも面白そうですね。なんかやっぱり一新されたということでね、まあさすがそういうふうに歌ってるだけあってね、まあちょっとね、まあ私2回見たんですけどもね、トレーラーとあとドラゴンシステムでしたっけ、うん、プレステ4になって、結構ね周りの人ってもね、プレステ4はやっぱりまだ高くて買えないっていうか、まあ買うほどまだね、ソフトが出てないんで、今になって、3でも4でも出てるって感じなんで、だったら3で買うよって感じなんで、持ってない人って結構いるんで、龍が如く出てからも買う人っていうのも結構いるかもしれないんですけどもね、うん、まあ、楽しみだなって一言につきますけども、はい。まあ、まあ、12月8日ですね、うん、それまで、まあ私は予約してきたんで、ゲオでね。ちょっと迷ったんですよね。予約特典とかを出てから比較して、楽天とかで注文した方が、その、特典選べるかな。例えばゲオとか、まあ何ですか、あと、関西の上信とか、まあビッグカメラとか、いろいろネットで買えるじゃないですか。だから、特典を見てからやろうかなとも思ったんですけど、まあゲオにね、ちょっとたまたま行ったんでね、じゃあ、と思ってて、もう予約しちゃいました。はい。うん、まあそんな感じ ですね。はい。あ、そうだ、一個言い寄せた、キリュウがなんかスマホを持ったということで、ソニー、もちろんソニー製、エクスペリアでしたね。ちょうど私もね、全く同じ機種のをね、つい1ヶ月ぐらい前に買ったばっかりでしたね。今これもね、だから動画もエクスペリアの、スマホで撮ってるんですけども、うん、でそれで、なんですか、リモートプレイとかもなんかできるということでね、うん、非常に楽しみだなって。まあちょうどね、何かとソニーのスマホ持ってるといいかなと思ったのもあるし、動画を一番綺麗に撮れるのがね、このエクスペリアだったんですよ。他の、まあ、ドコモショップでこう比較したところ、動画の画素数が一番高いっていうか、うん、綺麗に撮れるのがこれだったんで、じゃあこれいいなと思ってエクスペリアを買ったんですけども、うん、まあ、キリュウと同じスマホを持つっていうのもね、まあ、ちょっと嬉しいですね。はい。まあ、そんな感じで、今日はこの辺で終了ということで、まあ、ちょっと、私ね、まあ、全然プライベートな話なんですけど、昨日までですね、ちょっと北陸の方に、石川県と福井県の方に、ちょっと旅行に行ってたんでね、同級生の人たちと。それなもんで、ちょっとね、その間全然ゲームとかできなかったんで、ちょっと、遅れてるという感じなんですけど、これからちょっと挽回してね、5と、まあ、あと相撲とかね、やってまいりたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい。じゃあ、というわけで今日はね、この辺で終了します。さよなら。